花丸学習会が現在のように大変な人気になった背景には、塾の教室や教師を支えてくれたファンともいえるお母さんたちの存在が欠かせなかったといいます。今回は学習塾に限らず、あらゆる会社のファン作りに欠かすことができないお客様への寄り添いの心について、同社の取り組みを解説してもらいました。お母さんにその寄り添う力というのをですね、やっぱり他者との決定的な違いだというふうに持ってらっしゃると伺ったんですが、はい、それをその高間先生だけじゃなくて社員さんにまでこう伝えていくための工夫、努力みたいなものをぜひ教えていただきたいんですが。まあその力は実は僕も男で理系で勉強できた口なんで、もう本当は弱くてですね、うん、花丸って7、8年目かな、アルバイトの女の子にですね、こっちとしては一生懸命やってこの子の飯食うために頑張ろうみたいなやったら、突然でも高間さんは口だけって知ってますから、みんな女子はとか言われて、ガヨーみたいな、なぜこんなこと言われなきゃいけないのかみたいな。だけどそのある時パカッと見えたっていうかね、女子からガンガン言われて、あ、分かってないんだ俺こそがみたいな。分かってない、はい。それまではやっぱりべき論とか寄り添ったつもりだったわけだけど、うん、本当の意味の女心っていうのをこう感覚しようとしてなかったし、うんうんうん、でも最終的にはできないと思うんですけどね、本当の意味では。だけど